小野。ナレーションの原稿を書くのに、小野について調べたら2つのことが分かりました。第一に、この版画は、カンバラの図とともに広重の代表作であると絶賛されていること。第二には、小野には原稿の話題となるものが全くと言っていいほどないということ。あれ？以前にも同じようなことを書いたな、と思い、カンバラの原稿を見たら案の定、同じことが書かれていました。つまり、広重も画題にするトピックがないので、かえって自由な発想や構図で作ができたがゆえに、代表作を作ることになったのではないかということです。版画の題は白い雨と書いて夕立と読みます。つまり、夕立やにわか雨のことです。激しい雨に打たれながら坂道を急ぐ人を描いたこの絵は、カンバラの図と合わせて広重の最高傑作と言われており、カンバラが雪の積もった冬の景色を描いた静の絵であるのに対して、小野の方は動の絵として大賞を成しています。